こんにちは、ロックスケです。紅葉が綺麗ですね。イチョウですかね、ハラハラと、そういう季節になりましたが、今、免許の再申請してるというところで、皆さん、こういう紙が、無線局免許上の別紙がある方、いますか？まあね、1280MHz 帯は 1W は分かるんだけれども、規則の7条新スペアス基準に合致することの取れていない無線設備の使用は平成34年の11月30日までに限るね。いいですか？平成の34年の11月30日、今日の収録日は、11月の14日です。これは11月の30日をもって、古い無線機は使えなくなってしまうんでしょうか？ですね。まあ、そういうこともあろうかと思って、この IC7900、ね。やっぱり新、もう文句の言いようない無線機じゃないですかね。新スプリアスで、ね。だけれども、やっぱ自分、まあ、こう、オールモードキー、ね、ありますけれども、こういうものをさ、これさ、ハンドルがついてるから、こう持てるんですよ。で、こういうものまでもが、移動してくるんですね。もう、やっぱさ、往年の名機 TS790 の音を聞いちゃうと、やっぱり、移動運用でも、DX やるときは、これがないと話にならないんですわ。某 OM がどこかでペディションやったとき、430のペディションやったときに使ってたのが TS790。やっぱりいろいろ浮気したけれども、ケーグッドの FM が音がいいって言うと、アイコムの音は耳に突き刺さるんですよ。でもね、FM をやるんだったらね、このケーグッドの音、しかもこの世代のケーグッドはいいってね、なるんだけれども、もうお面状にこう書かれてしまっている。ね、11月30日をもって、使えなくなってしまうのか。もう、そんなんだったら、ロクちゃんお得意の電電攻撃、ね。ゼッチャン PRT 局の関東総合通信局ですね。電話かけていこうかと思います。1937かな。ください。電話つながんねえんだよな。あ、もしもし、私、Jちゃん PRT で、関東で免許を受けている川崎と申しますが、はい、アマチュア無線の、ですね、免許上に別紙1で、はい、平成34年11月30日までに限ると書かれている、これの意味がちょっとわからないんですが。もう一度お願いします。あれですかね。平成、もう一度お願いできますか。ですね。まあ、無線設備一部を改正する省令、うんたらかんたら7条の基準、新スプリアス基準ですね。はいはいはい、に合致することの確認が取れていない無線設備の使用は平成34年の11月30日までに限るという部分なんですが、はい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 、これ合致と、ね、TS のケンウッドの TS の790で登録があると思うんですが、はい、これなんか合致になってたと思うんですが、ああ、そうですか。それならじゃあ大丈夫って言い方ないんですけど、あと Q スペアスのことになったと思うんですけれども、はい、当面の間、延長になりましたので。あ、延長になったんですか、これ。そうなんです。昨今のコロナの状況と、はい、半導体不足ですね。はいはい。それでちょっと延長になりましたので、当面の間、だから増設とかですね、はい、とかはですね、直接こちらの方にはできないんですけれども、はい、ちょっと落としてたんですけれども、はい、別にそのまま再免許だとか、そういったものには特に今お使いの。あ、そうですか。いや、自分もね、新しい無線機実はあるんですけど、はい、引きがすごい強くて、譲ってくれだなんだ、もう今月、もうこれ、免許証だけ見ると11月の30日じゃないですか。ちょっと入ってきて、もう昨今の、もう、使わないならよこせだで、なんだで、いや、そう言われても、俺も、お前古いのしか使ってないんだから新しいのよこせとかね、いろんな人がいるもんで、はい、ただ、自分も新しい無線機はあるんだけれども、古い無線機、やっぱ古いやつでもアマチュアっていう性格上、やっぱり、ない、大体が引かない無線機もあったりもしまして、
そういったところ、そういったところじゃない、全然問題なく今のところです。問題なくときはけど、当面の間、延長になりましたので、はい、これはまた当面の間ということで、またこれはどういうところで告示されるんですか。多分ホームページ、当局のホームページとか、電波事業のホームページとかですね、大体的に、かなり本当に決まるとしたら、大々的にまたすると思うんですよね。わかりました。じゃあ、とりあえずのところは、じゃあ、これは取りやめになっているということですね。そう、取りやめというか、延期ということですね。延期ということですね。わかりました。ありがとうございます。すいません、助かりました。はい。はい。はい。意外な結果が出ました。皆さん、先ほどの会話で、させてください。平成34年11月30日までに、新しい無線機に買い替えなければならないって、うわー半導体がないというので、中古市場もパンクしちゃってるらしいです。はい。というので、あげないよ僕の強制700はあげない。790よこせ。もう本当にそういう、もうリスナーさん、そういう人でもお前通信しないんだったらよこせとか言われちゃうからね。通信しないといけないな。ということで、しばらく、今の電話のやり取りでわかるかと思いますが、しばらくの間、延期ということになりました。これにて、無罪放免、取りやめという、取りやめですかって話は、いや、延期です。取りやめってわざわざ言ったんですけれども、延期ってことになりました。だからなんだっけ、TS790 は、あら？あのさ、もうコメント欄でガンガン突っ込んでください。僕、特にこう、ずっと登録がある無線機なんですよ。無線局面切らさずにね、持ってる無線機で、TS790 は新スプリアス基準のリストに入ってたけれども、あれ？これってジャードとかで承認取らなきゃいけなかったんだっけ？あれ？取り忘れてたとしたら、11月30日で、ダメになっちゃうのとかね、それにはならないそうです。とりあえず皆さん落ち着いてください。落ち着いてください。今月の11月30日をもって全て使えなくなるということはありません。新規の登録はもちろん難しくなってますが、継続検査、私みたいな継続検査は受けられるっていうことです。はぁ、車検みたいだ。はい。またお会いしましょう。さよなら。あきらね。